ムササビ、ムササビ、ムササビ、ネズミは、ネズミ目、ケッシメリスカリスアカムササビ属に属する、哺乳類の一種である。ムササビ類の総称でもある。ノブスマ、ノブセリカン、ノブスマ、バンドリ、オカツニ、ソバオシキ、モマなど多くの異名、地方名がある。長い前足と後足との間に飛膜と呼ばれる膜があり、飛膜を広げることで、グライダーのように滑空し、 木から毛へと飛び移ることができる。手首には針状軟骨という軟骨があり、普段は折りたたまれている。この軟骨を滑空時に外側に張り出すことで、皮膜の面積を増やすことができる。長いふさふさとした尾は、滑空時には火事の役割を果たす。頭。道長二十七から四十九センチメートル、尾長二十八から四十一センチメートル、体重七ゼロゼロの一号ゼロゼログラムと。 近縁のモモンガ類に比べて大柄である。本土モモンガは、東道町14から20センチメートル、お長が10から14センチメートル、体重150から220グラムのみならず、日本に生息するネズミメとしては、在来種内で最大級であり、移入種を含めても、本種を上回るものは、ヌートリアイしかいないとされる。ムササビは、日本の固有種であり、本州、四国、 九州に生息する。山地や平地の森林に生息する。特に巣になる軌道があり、滑空に利用できる高木の多い鎮守の森を好む。夜行性。完全な樹上生活者で、冬眠はしない。120メートル以上の滑空が可能で、その速度は秒速最大16メートルにもなる。ケヤキやカエデなどの若葉、種子、どんぐり、カキの果実、芽、椿の花、 樹皮など、季節に応じて様々な木の枝の食物を食べる。地上で採食はしない。大木の軌道、人家の屋根裏などに巣を作る。メスは1ヘクタール程度の同性間の縄張りを持つ。オスは2ヘクタール程度の行動権を持つが、特に縄張りを持たず、同性同士の行動権は互いに重なり合っている。冬と初夏の年に回発情期を迎える。発情期には交尾の順位をめぐり。 オス同士が激しい喧嘩を繰り広げる。ムササビの陰形はコルク抜きのような形状をしており、次に交尾しようとするオスは陰形を用いて交尾線を取り除き、交尾を行っている。平均74日の妊娠期間を経て、春と秋に一から二匹の子を産む。リス赤ムササビ族に属する。安藤などにより、ムササビ赤に、または、ソウリントン、カクヤなどにより、 モモンガ赤によると、モモンガ類と共に、リス赤に分類されている。ムササビ族には、8種が含まれ、東アジア、南アジア、東南アジアに分布する。インドネシアに生息する、大赤アカムササビは、東道長約45センチメートル、お長約50センチメートルの大型のムササビである。漢字表記のムササビが、ムササビと同時にもモンガにも用いられるなど両者は、 古くから混同されてきた。両者の相違点としては常実の個体の大きさが挙げられるが、それ以外の相違点としては飛膜の付き方が挙げられる。モモンガの飛膜は前肢と後足の間だけにあるが、ムササビの飛膜は前肢と首、後肢等の間にもある。また、ムササビの頭部側面には耳の直前から下顎にかけて非常に目立つ白い帯がある。画像参照。 ムササビなど滑空性のリスと同様に、飛膜を持ち、滑空する、哺乳類として、同じネズミ目に属する、画家の異なるウロコウリス類、袋ネズミ目、有体類の袋モモンガ、日よけル目、カワツバサメの日よけルなどが知られている。ムササビは、日本では、古くから狩猟の対象であった。縄文時代では、青森県青森市に所在する三内、 丸山遺跡において、縄文集落に一般的な視界の獅子を上回るムササビウサギが出土してを巨大集落を支える視界の獅子資源が枯渇していたことを示していると考えられている。時代によっては保護の対象ともなり、日本語記にはムササビの利用を禁ずるとする記述がある。特に保温性に優れたムササビの毛皮は防寒具として珍重され、 第二次世界大戦では物資が不足する中でムササビ一匹の毛皮は当時の学校教員の月給に匹敵するほどの値段となった。紐は筆の材料としても利用され他にはない粘りと毛先に独特の趣向きがある。現在の日本ではムササビは長獣保護法において非狩猟長獣であるため狩猟は不可能となっている。文献記述としては 万葉集ですでに見られ、267番の歌では、ムサザヒ、1028番では、ムシャスケ、1367番では、ムサヒダリ母などと記される。ムササビという語源については、中村博士の著、動物名の由来、東京書籍において、小ささから、ミサイ、ムササビと呼んだとする、ミを、ムと読むのは、ムクロと同じであり、小さいを、ササと呼ぶのは、竹やサザナミと同じ。 特に、万葉集1367番の内容は、ムササビが鳥を待つように私も、あなたを待って痩せてしまう、といったもので、ほ細、イコールムササと書けている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。